ショーンさん、穴開けんで、僕、左手開けて。これ、ワキン、ワキン。これデザイン。これデザインや。これが今のファッション、流行。ポケモン、ポケモンや。今日の T シャツ、ポケモン使いで。え、どんなトゥデイズコーディネート。デジカメじゃない、なんていうかその全員あ、違う違う違う全員デジカメつたし YouTuber に読されてるわデジカメ見てデジカメって言うそこ待ってたとかハロー、トカゲです。というわけで本日やっていきたいのが最近結構ね、焼肉の動画続いちゃってるやんか。うん、言ってるね、よく今日行きたいのがあって、その前々から決まってたからさ焼肉の動画やねんけど焼肉キングが食べ放題ランチやってるのさありながらこっち見んねん。ずっと揉んでるの。ずっと揉んでる。笑ってたんか。唐揚げちゃうねんぞ。うまいな。同日限定で焼肉キングがランチやってるのよ。普通は夜しかやってなくて、しかもそれが値段が変わってきて、普通やったら3980円、2980円、2680円のやつなんだけど、今日行ったランチが1980円。1980円で焼肉がいろいろ食べ放題ランチっていうのがあって、本日はそちらに行きたいと思います。すごい。だから本日はそちらの焼肉食べ放題のランチ全メニュー食べきるまで帰りません。行きたいと思います。そちらの焼肉キングまで行ってみましょう。これラタルトの新しいステッカー概要欄から買ってね。だけ焼きショーめっちゃ宣伝。いや普通に宣伝して新海道にやったらと思う。公園とか久しぶりに見たわ。夏休みっぽいな。遊ぶよ、まあ、ありおお見つけた、ここや。もう公園のじゃ目の前やねんな。ああいった、スレた、ウォータースライダーの悲劇が。公園ってこんなハードなもんやった。今回のランチの食べ放題のメニューがこんな感じです。結構量あんな。うん、まあ、でも前で食べたやつに比べるとすげえでかいカルビとかあったけど、ああいうのはなくなってる。今回は焼肉のメニューを全部食べきれるまで、はい、お肉だけ。お肉だけね、はい、頑張って。じゃあ肉を食べていくか。営業時間が平日が17時から24時まで。あ、そうなんで、土日祝が11時半から24時まで。土日祝限定のスペシャル時間ですね今。なるほど。じゃあ早速、うん、OJ で乾杯。でもなんでオレンジジュース飲むのか分かる？分かれ、なぜなの？お前が免許持ってないからや。それでは1回目やってまいりました。焼肉キングの黄金メニューと呼ばれてるこの5品を頼みました。焼いていこう。うわうまそう。腹減ったな。うまそうやった。普通にいい焦げ目になってきた。いい焼き色。ここ湘南かっていうぐらいみんないい焼き色。よし、それではいただきます。ちょっと待った。どうした？ここで恒例企画のルーレットをしてもらいます。全然分かってない。ああ恒例じゃないし。今後ってこと。そうそう、お肉食べたらさ、やっぱご飯とか欲しくなる。ああ、でも確かにライスという名のふかふかのベッドに一回バウンス。だからお肉と何を食べるのかをルーレットで決めてもらおうと思います。なるほど。はい、分かりました。これちょっと用意したから、これでちょっとやって。ライス、ビビンバ、野菜クッパ、鶏の唐揚げ、キムチ、韓国菜みたいな。関係ないの。これは普通にライス欲しいな。今この状態でビビンバとかちょっときついかもしれない。確かに。じゃあ回していきます。せーの。何？ライス、ライス持ってる？俺もしかして持ってる？ビビンバ。広告ミニゲーム読み込まんでいいよ。ビビンバ、ビビンバ頼もう。オッケー、食べていきましょう。カルビいただきます。うん、結構タレ
か甘い感じですね。はい、焼肉キングさん特製のタレなんやけど、これ結構甘くて美味しい。で、ビビンバ来ました。思ってたよりちっちゃいですね。よかったね。よかった、マジよかった。これ上に乗っけます。あ、いいやん、自分で焼肉ビビンバ作ってる。うん、うん、うん。これ闇付きハラミポークって書いてんねんけど、いただきます。あ、おいしいよ。ハムみたいな感じで。そうやね、焼肉味の伊藤園のハム的な。多分これタレが漬け込まれてんのかな。すげえうまいな。さあ、ツイートしてんけどさ、いつも銭湯行くのか、佐世の俺ほんまにしょっちゅう行くよ、うん、そこで結構さ、やっぱりさ、横におったら分かると思うけどさ、話しかけられることとか、ジロジロ見られることあるじゃん。まあそれはあるな。なんかこの前行った時、やけに銭湯って見られるなと思ってた。ほう、言ったらさ、ボンボンやん、うん、全てさらけ出してるわけやん。まあ、なんやろうなーって思うんだな。で、結局話しかけてないで、まあまあ、外出て、外出た瞬間に、すいません、やっぱ知ってたんか、あーって言ったら、まことさんですか、お前は何を見ててん。何を見て何を見ててな。結構さ、誰誰似てるとかって言われるよな。あ、言われるかもね。え、例えばさ、今まで言われてきたとかって誰。ヒゲダンがテレビ出たら絶対ツイートされてる。何だね、何だね、何って。ちょうどさ、本当にまさにギスタでの出ててさ、ツイートされてた。さあ、続いて全部食べ終えたので、豚焼肉、鶏焼肉、ホルモンコースに行ってみましょう。届きました。焼いていく。最近動画でウインナー焼いてる気するわ。そのコメントなんの。全部いっちゃう。やっぱこのランチっていうのがいいよね。日の光を浴びながら1時ぐらいに食べるっていうのがすごい気持ちいいね。それでは第2回目いただきます。これ鶏皮塩焼きか。鶏皮塩焼き、いやマジピンと合わんねん。レモン塩でいただきます。うん、パリパリなんかいい。ご飯でいうところのさ、焦げ目ってめちゃくちゃ美味しいじゃん。だからずっとそんな感じ、まあ、ずっとパリパリでずっと美味しいみたいな。いやだからお酒飲みたくなるな。お酒やったら何飲みたかった。カシオレ。じゃあこちらの厚切り豚いただきます。美味しそう。うん、あ、豚美味しいな。焼肉豚って珍しい。うん、珍しくはない。で、もう僕が本当にね、ちょっとすいません、この食い方が好きなんですよ。こちらのウインナーいただいていきます。アルミみたいになってる。あた、あかあー、うまい。じゃあ軟骨いただきます。うん、めっちゃコロコロする。コリコリ。続きまして期間限定メニューを焼いていきたいと思います。すごい唐辛子で味付けされた豚バラもも皮と黒胡椒で味付けされたハラミとホルモン。色合い的にすげえ美味しそうやね。キムチやん、見た目。見た目これキムチやん。これで多分ラストですね、お肉のメニューは。ちょっと待って、どうした。もうそれさ、最後のお肉やん。うん、締め食いたくない。ああ、なるほどね。確かに食べたいわ。食べたいやろ。ああ、ルーレット用意します。そうめん、野菜とか、そぼろご飯とか。しまらんな。何が一番食いたい、そんなのやったら。あ、でもさ、先、あ、そうめん、なんかちょうど出ててさ、めっちゃ勧められんねん、そうめん。まあ、このタッチパネル。ずっと出てくるね。そう。じゃあ、それを当ててください。野菜結構バレた。うん。締めじゃない。まだ試食よ。いや、視聴者さんはそれ引いてほしいなと。視聴者さんはね。引いてくよ、もうパッとしたんか。すごっ。視聴者さん、残念でした。
旨辛の棒。いただきます。すごっ。美味しい。あ、美味しい。なんか辛くなるんだよ。唐辛子の方がこれ漬け込まれてるから、うん、ちょっと噛むだけじゃなくて噛めば噛むほど唐辛子の味がする。へぇー。めっちゃ辛いです。唐辛子風味がこう鼻の中吹き抜けていくみたいな。おー、こっちの方が美味しそう。最初に食べた花見は、うん、その時に気分によるんじゃない。ああ。これ全部美味しいって感じ。普通は王道が一番美味しいって言われてるやん、うん、じゃあこっちも食べてもいいなって感じ。なるほど。胡椒の方いただく。ちゃんと味が漬け込まれてるなって思ったのは唐辛子の方かな。あー、なるほど。でもお肉食べきってんだな、これ。食べきりました。ギリギリラストオーダー10分前とか言ってんだ。しっかりちゃんとあれやね、100分楽しんだね。腹膨れましたね。ちょっと待って、何やったって。何締めのそうめん忘れてた。うわ、結構今、そうやな。ちょっとね、終わってたよ。変える感じだし。いただきます。うまいんかい、普通にめちゃくちゃ。ちょ、ほんまに締まるわ。でもそうめんってさ、麺界の中じゃ最弱と思ってたけどね。こんな美味しいんだ。特に場合によっちゃ確かに上上がってくる、うん、うどん、ラーメン、そば、そうめん一番下かなって思ってた。確実にした、うん、そいつは四天王の中でも最弱みたいなさ。でも普通に美味しいな。お疲れ様でした。これ夏感じてるわ。あっちごちそうさま。あれいっぱいや。今からさ、うん、もう一回公園行こう。吐くわ。